こんにちは、飼い主です。今日はね、ロボの家を作りたいと思います。もんちゃんの家と同じなんですけどね、ここの底を抜いて木の枠をつけるっていう、それだけです。こういう風にね、こういう風にノコギリで切って、で無理やり剥がすと、これでね、底抜きになりました。で、ヤスリをかけます。こんな感じに。で、この木を取り付けなきゃいけないんですけど、これが結構難しいんですよね。長さを測って、これでね、全部切り終わったので、あとはね、ヤスリかけてひっつけるって感じですね。軽くですけど、まあこんな感じでヤスりました。あとはね、ここにくっつけていくだけですね。こうやって、じゃあくっつけてきます。じゃん、完成しました。こんな感じでね、わりかしシンプルな作りなんですけど、かわいい、かわいいのかな、四角いからあんまかわいくないか。でも僕的には結構気に入ってるんですけどね。これをね、ロボちゃんの家にしたいと思います。早速ね、こんな感じで置いてみました。もうね、作った後から1週間ぐらい経ってるんですけども、結構いい感じですね。これ全然話変わりますけど、ロボちゃんって朝起きたら絶対こうなってるんですよね。餌とかすごい散らかして、他の人とかどうやってるのかな、なんかいつも綺麗な映像で届けてる感じですよね。掃除してから動画撮ってるのかな。これが現実ですね。めちゃめちゃ散らかされちゃいますね。なかなか難しいな。こうやってね、毎朝ご飯拾って掃除してます。足車もね、溶けてからやってますね。ちなみにランニングソーサーをこうやって置いてるんですけど、めちゃめちゃ汚くなりますね。2日ぐらいかな、経ったのかな、掃除しておしっこしちゃってね、この透明なクリアな感じが全くなくなってる。まあしょうがないといえばしょうがないですね。本題に戻りますけど、家ね、こういう感じでね、トレイも引いて、もんちゃんと同じ方式でやりましたね。このロボちゃんね、家でおしっこしちゃうんですけども、まあね、これは僕の気分的な問題なんですけど、こっちの方が綺麗に見えるかなってのと、うんちとかね、ここでやってくれるし、で汚くなったらね、このコルク自体を外しちゃって、でまた取り替えるって感じでやれば、まあね、それで綺麗になりますしね、いいんじゃないかなって思いますね。ちょっとごめんね、お家見せて。こういう感じで潜んでます。中にいるんですけど、あ、ごめんごめん。で、おしっことかね、こういう風にやっぱしちゃうんですよね。1週間ぐらい設置してから経つんですけど、でもこのね、予備をね、たくさん作ってるんですよ。実は 4個ぐらいあって、すでにとね、こういう風に、これまだ作り途中ですけど、予備もたくさん用意してるので、まあ最悪汚くなったら、もう汚いけど交換するって感じでやりたいと思います。梅雨とかだとね、これじゃ厳しくなっちゃうかな、すぐカビちゃうと思うので、冬だからこそ、まだできてるって感じですね。また詰めて、あ、すごい、
ぶっていっちゃったやっぱこのロボちゃんかなりビビりですね。ペットショップで聞いた話だと結構凶暴って聞いてたんですけど、怖いんですかね飼い主のことが。お昼は絶対出てこないし、夜とかもね、ここのドア開けると絶対お家の中に隠れちゃって、なかなか姿を見せてくれませんね。またね食べるかな。あんまこうやってあげたことないんですけど、まあ、食べますね。見えるかな。受け取ってくれますね。ビビーだけどご飯は食べたい。こうやってねやっぱりちょっとずつおやつで誘惑してね、徐々に慣れてくれればいいんですけどね。すごい食欲だな。ご飯置いてんの。これもね、ご飯食べて走り回ってね荒らしちゃうんで、あとおしっこもねたくさんいろんなとこでしちゃうんでね、やっぱり匂いがすごいですね。それに比べてジャンガリアンはやっぱり同じ場所でトイレするし、ご飯もね散らかすってことしないので飼いやすいのかな。ロボちゃんが多分モンちゃんより先に飼ってたらかなり難しいというか厳しかったと思いますね。インドはやっぱり高いですね。多分ねこれ逃げていくと思うんですよね触ったら。おお一生懸命お家探してるんでね、そうそう戻してあげないと。ちょっと気を戻して手前に木くずを持ってくると、木くずがね外に出てきちゃうんですよ。ドア閉めてても。なので奥目の方にね割と厚めに引いて、であとはお家を置いて入らないかな。もぞもぞしてるから。ちょっと誘導してあげようかな。ちょっとねこの家軽いんでね、もんちゃんの家より。ここの上になんか重しを引いた置いてあげればひっくり返らないと思うんですよね。また工夫は必要ですね。じゃあね今日はこんなところで終わりたいと思います。視聴ありがとうございました。